松井選手はトップリーグキアノイーグルスに所属するラグビー選手。大阪市立大宮小学校1年の時、大広大高ラグビースクールに加入し、活動を開始。その後、大阪市立大宮中学校を経て、上小学園高等学校に入学。同高校3年時となる2012年度の第92回全国高等学校ラグビーフットボール大会で優勝に貢献。 また、高校日本代表選手に2年次、3年次の2回選出された。その後、同志社大学に入学。2015年4月18日に行われたアジアラグビーチャンピオンシップ2015の対韓国代表戦が日本代表としての初キャップ試合となった。2016年、リオデジャネイロオリンピックの7人制日本代表バックアップメンバーに選ばれた。2017年、 同志社大学卒業後、サントリー・サンゴリアスに加入。同年9月2日に行われた、ジャパンラグビートップリーグ第3節のヤマハ発動機ジュビ路線にて、途中出場で公式戦初出場を果たす。2018年、ワールドカップセブンズの7人制日本代表に選ばれた。2020年、キャノン・イーグルスに加入。2021年、 東京五輪の7人制日本代表内定選手に選ばれて首相を務めた。ありがとうございます。